はい、ありがとうございます。シャチくんです。よろしくお願いします。ではポケモン一匹縛りプレイエイパムバージョンやっていきましょう。そしていきなりの疑問ここどうする、ほんと、まあ、ここどうするって言いながら今思い出したけど、まあ、ここに勝つ方法はひるませる、ただそれだけ。現状ある技で倒すにはね、まあ、威張るとかはありますけど、あ、急所じゃない、わかったラッキー、こういうことだよね。川村で出てよかった。エビワラーだったら普通に勝てるからね。ほんとか、だって。まあ、そりゃ、エイパムが出た瞬間余裕やんって思っただろうな、あいつも。飛び膝蹴りしたろって思ってたんでしょ、どうせ。バーガメ。ひるませればいい、そう。まあ、結局、30% を取れば、勝てる。この世の事象のほとんど、30% を勝てれば、勝てると思いませんか?30% を常に取れるなら、じゃんけん、まあ、33% とか、マジレスはやめてね。30% ね、じゃんけんもずっと勝てる。他には、わからない。30% じゃ無理か。まあでもね、30% ずっと取れる力欲しいな。あらゆるギャンブルやっちゃうけど。なんだ、でも思ったより、でも空手チョップ、あ、空手チョップも、あれか、格闘タイプだっけ?あの、地球投げですね。まあ、頭突きをただやるだけだな、もう。33レベル。エイパムを1から育てて100レベルまでした人いない説。どうですか?すべてのポケモンの中でさ、1匹ぐらいいると思わないですか?そういうやつ。そういうかわいそうなポケモンって。気になるよな。この1匹縛りプレイを通じて、あ、こいつは絶対誰にも好かれてないってやつ見つけたいな。よし、そしたら次の怒り猿も多分大丈夫なので、あとニョロボンの爆裂パンチは避けるから大丈夫じゃん。だとしたらあれだね、波乗りのダメージ次第では勝てるぞ。なんかいける気がしてきた俺。ちゃんといける気がします。てか頭突きのダメージが思ったより通るのがでかい。アニメーションごめんなさい。ジムリーダーでは変えます。一撃ですね、もはや。え?強い?エイパム。いや、強いわけねえな。能力値だけを見れば絶対に強くはないんだけど。いいですね。怒り猿も一撃でいっちゃう?もしかして。え、金の怒り猿弱そう。腰入ってないパンチしてんな、だいぶ。怒り。ありがとうございます。このまま行っちゃうか、そしたら。この流れで勝っちゃうよ、俺。絶対苦戦すると思ったんだけど。いけそうだな。よし、行きましょう。おっしゃ、ここまで来たか、出たこいつ。から自慢ね。やっぱさ、自慢って、ダサいよな。でもさ、痛くなっちゃうよね。男ってほんと、しょうもない。うん。あ、これ言ったら自慢になる、うっ、ってなるもん、いつも。うん。まあ、いつもではないな。特にお気に入りと喋ってるときね。あ、これ言ったらやべえってなる。あ、こいつ自慢してる、ダセえって思われんの。やだ、オッケー、ひるんだニョロボン次第だイエットで、泥かきを一発入れるか悩んでるんだよな。二発入れとく?それとも頭突きでやる?頭突き、でも 30% だから9% 引けば勝てるでしょ多分。3発で倒せるよね。はい。ひるめ、また急所でもいい。おっ、くっ無理か、さすがに。耐えないよね。耐えないね。まあ、そりゃそうね。まあ、運ゲーですね。はい、行きましょう。もうこいつの力自慢聞きたくないんで2回目で終わってほしい。よく考えたけど、泥かけはやんなくていいですね。うん。
まあ、30% 引く、あるいは 50% で避ければいいから、それを2回なんで結構確率的には高いと思うんだよな、俺。やった。うん。17分の1でもいいし、急所のね。どれかしらは出るよ。だ 50% で避けるか 30% でひるませるか17分の1、あ、17分の1ダメだ。急所1撃じゃ落ちないもんね。だから、ここで、ほら、ひるんだ、オッケー。じゃあ、あと 50% 避けるだけなんじゃない？ 3 発で落ちる？落ちる！やったはい。キジマね、どんまい。もっと苦戦すると思ったなぁ。期待してたみんなごめんなさい。今回はダイジェストなしですね。ここ超えたらもうさ、苦戦する場所ある？ないんじゃないの？で、爆裂パンチも覚えれますね、これで。やった嬉しい。みかん戦行きましょう。はい、じゃあみかんちゃん戦ね、行きましょうか。まあ、爆裂パンチも覚えさせてもいいんですが、まあ、ピーピーとあとメザパーガチャをしたいのでね、技なくしとくとあれなんで、まあ、せっかくなんでね、まあ、この時のために炎のパンチも覚えさせていたんで、炎のパンチで頑張りましょうか。特殊低いながら頑張ろう猿波。ほら、まあ倒したら嬉しいな。あー全然ダメ。やったラッキー。まあ、電磁波ね。まあ、これ、このまま突っ込むしかないですね。あの、次で落ちるな。まあ、いいか。うぅー！あ、でも何でも直しがあるんで大丈夫ね。むしろありがたい。ここでワキワカでも、あー、なるほどね。あー、全然いいじゃん、じゃあ。いや、次何でも直しかな。まあ、10万ボルトのダメージ次第ではだいぶやばいけどね。次だって10万ボルトだもんな、多分。まあ、そうよね。初代とは違って、アイテム使ったのを見てから行動選択してこないからさ、うーっと、50。いや、無理じゃん、じゃあ。え？はい。無理だね。どうしようか。なぜか電磁波しろ。泥かきめっちゃ与えるやん。え、じゃあ泥かけでいいのか。え、じゃあ待って、これ爆裂パンチで落ちるな、じゃあ。はい、ダメ。ダメですね。どうしようか。はい。どの道2発だから泥かけでいいね、もう。炎のパンチいらねえ。あ、じゃあ炎のパンチと爆裂パンチ変えてもいいか、もう。だって泥かけごときのさ、これ威力20だっけ？で、変わんないんでしょ？ダメージ。やばくない？結構。ああ。ってことはあんま意味ないよね、炎のパンチ。じゃあ爆裂パンチと炎のパンチ変えて、メザパは一回連続切りかな。まあ、炎のパンチ消してもね、別に。また覚えればいいだけだし。はい。まあ、爆裂パンチがあることによって、まあ、今後も楽かな。PP 足りないのがね。まあ、どの道覚えさせてポイントアップ使うか。2個ぐらい普通に進んでても拾えたよね、確か。よし、変えます。まあ、先に長寿に行くのもありなんですが、ああ、長寿から行こうか。長寿タウンから行こうかな。うん。で、長寿の、あそこでレベル上げるか。はい。はい。ということでね、怒りの湖から行きましょう。まあ、メザッパー覚えさせました。うん。炎のパンチはね、もう消しましたね。早く、ああ、ラジオ塔行けばピンクのリボンも手に入るか。じゃあ、メザパガチャ行きましょう。できればね、まあ、岩が地面だよな。泥かけいらんしね。あと、威力高い地面技あれば、みかんちゃん簡単か。行きます。はい、あ期待できない。何も期待できないダメージになっている。あれ、そんで俺、あれか。あれ、あれ、あ、またアニメーション飛ばしっぱだ。あー、そっかー。あれ期待できないね。草？あんまだな。いや、ていうか、もう絶対物理技じゃないダメージだったしな。もういらないですね。別に弱点つけても大した話じゃないと思うんで。じゃ
じゃあとりあえずもうシャドウボールと変えようかな。うん、まあ力威力でご利用した方がまだマシだよね。まあ、だったら頭突きでいいって話なんですが、そしたらアジト、はい、来ました、赤い光線ドーン。みんな一番端に行った時にくるって回ってんの知ってる？あいつが、あれが一番面白いんだよな。俺すごい吹き飛ばされてるもんな。よし、そしたらこのバトル見る必要ないんでね、もう幹部戦から行こうかな。はいはい、そしたらね、幹部戦から行きましょうか。もうほぼ頭突きで一撃だったな、道中は。うん、このライバルのこの話いるってやつね。わ、こんな戦闘いて、進めてきたのにここでバトルあんのかよと思いつつ、ただ主人公を突き飛ばして帰るっていう。ひどいね、ひどいよね、ここ。あいつほんとバイオレンスだよな、よくないよ。暴力はダメだよね。うん、痛いし。はい、じゃあ幹部、わあ、ズバッとか頭突きするだけですね、ここも。あーでね、レベル36かな。で、嫌な音を覚えましたね。嫌な音を覚えちゃっております。嫌な音使うかな、ワンチャンありなんだよな。カビゴンとかで使えそうじゃない、技な。泥かけさ、取っといてんだけど、まあいらないんだけど、もう技あと泥かけを爆裂パンチにして終わりな気がしてきたな。単色パンチとかマジ使う価値ねえな。それぐらい特殊が低いですね。はい、まあ、シャドーボールもね覚えさせましたけど、特殊防御が下がった、何の意味もない追加効果。これってミスなの？ゴーストタイプが物理って。え、これ初代からだっけ？初代からか。シャドーボールの効果がミスってるってこと？え、それとも二刀流のやつに使うってこと？これ不思議だよね。僕こう43ね。他の能力でも高くもねえな、やっぱ50レベルで全てが80いくかなぐらい。むしろ弱いんじゃねえか。ちょっと不安ですね。まあでもレベルさえめちゃくちゃ上げればどうにでもなるね、このタイプは。ほんと全部がまんべんないとね。よし、そしたらこっちの幹部も倒してしまいましょうね。女性幹部、女性幹部ってなんかエッチだな、文字の並びがね。はい、あー囲まれた。なんであの男の人は詰めてこないんだろう。この女の人を海流で襲わせるためだけにあの位置にいたのかな。そんなこと言わず、どっちか遊んでくれないかって、すごいイケメンなセリフだな。リアルで言ってたらだいぶ寒いけどね。かっこ悪いな、かっこ悪い、かっこいいのか、かっこいいやつが言えばかっこいいのかな。2対1で喧嘩してて、後から1人現れて、どっちか俺と遊んでくれないかってどう？かっこいい。まあ、ね、そもそも喧嘩がそんなかっこいいもんではないか。まあわかんないけど。はい。インドアなんでね、こっちは。飛んで、大破な。やる技ない。頭突きしかほんとやる技ないな。ただ頭突きするだけ。なんかヤンヤンマみたいだな、頭突きするだけって。あ、いいね。フラッシュバックした、彼が。ヤンヤンマさんが。名前はアンアンだったはず。え、当たるか。あら？当たるか。いや、頭突きの PP がなくなっちゃったから、やばって思ったけど、なんとかご利用せそうですね。やっぱ泥かけ、命中下げなきゃどうにもならない状態ってもう多分起きないよね、あんまり。いや、嫌な音とさ、泥かけをどっち忘れさすかで悩んでるんだけど。いや、嫌な音使うよな、多分、うん、レッドで使うよな、さすがに。この弱さだと。なんとか、カビゴン、いや、どうなんだろうな、爆裂パンチで落ちんのかな。わかんないですね。
でもまあ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 、とりあえず変えようかな、爆裂パンチに。泥かけとね、変えましょうかね。うん、半分ずつといこうと。はい、わかりました。そしたらどうしようかな。マルマイン戦はもう、もうどうでもいいな。はい。はい。ということで、やりました。最後のマルマインの自爆焦ったな。ここのマルマインって大爆発もあるんだっけ？ないっけ？大爆発あったら落ちてたな。あ、渦潮ね。ありがたき幸せ。この渦潮のためだけにさ、途中でニョロも捕まえなきゃいけないのマジめんどくさいんだよな。ほんとそういうのやめてほしい。やっぱギャラドス、あの赤いギャラドス捕まえた方が楽っちゃ楽なんだけど。そしたら長寿ジム行きましょう。はい、そしたら長寿ね、行きましょうか。まあ、柳さんはマジ激雑魚なんで大丈夫だと思うけどな。柳ってほんとなんか弱いよな、かわいそうだよね。あ、でもまあみかん飛ばしてきてるから、でもみかん倒したぐらいでレベル差そんな埋まらんか。やっぱ一匹でやるとさ、レベル差ひどいもんね。上等はほんと簡単だよな。はい、オッケー。もう39レベルだね、何気に。HP100 超えたか。パルシェンね。とはいえやる技はない。この金銀のな、良くないとこほんとな、この頭突きになりがちっていうのほんと良くないとは思ってますね。この頭突きないとさすがにね、厳しいよね。まあでも初代ののしかかりみたいなもんだな。まあ初代の我慢に通ずる技があればよかったんだけどな。あれに匹敵する技はなかなかないよね。負けはか、え、負ける？さらに小村、こういうことされると困るんだよな。守る。あれっていうか、なんで、なんで先制してない？あ、守るだからか。ちょっとやばいよ。わけわかすぎる。負けるな。はい。もう昼間セールしか勝ち目がないね。回復なんかさせないよ、こんな。そうみたいな試合してたら、急所で勝ちました。分かってたみたいだな、俺のこと。あ、まだいるんかい。まあ、回復しないですけどね。自分が悪いんだから。自分が悪いんだよ。だって追い込まれて。劇でした。よかった。ボーダーの金次。金次ってなんかで聞いたことあんな。被弾のアリアか。見たことはないけど。よし、回復させて。やりましょう、柳さん。冬の柳。俺も冬好きだからな。冬のシャチくんと呼ばれたい。いや、嘘です。すいません。嫌です。かっこ悪い。冬か。冬以外はじゃあどうやって過ごしてんだろう。まあ、頭突きだね。ただ頭突きするだけの猿が頭突いてるだけだな。やった！え、一撃なんだね。攻撃力何だったっけ？見てないな。ユゴン。さすがに落とさないでしょう。ひるましてください。あっ！よし。やっぱさ、今、金銀やってて楽しいの結構。やっぱ初代と金銀は交互にやるのが良かったんだな。うん。飽きるよね、やっぱ。初代飽きてたもんな、最後。あ、75。いや、そんな高くねえな。てか、素早さもそんな高くないね。85しかねえんだ。なんで、やっぱ3世代も早くやるか。ちょっとやりますね。もうずっと言ってるけど。気持ちはあるんだけどね。なんか、金のイノム、鼻出すぎだな。鼻っていうか、鼻の付け根から鼻にかけて。長かった。うん、飲み物のたっぷり、ありがとう。うん。ありがとう、柳おじいちゃん。やりましたね。簡単でした。特殊が上がる。意味ないね。使わないしね、特殊技。メザパがほんとなー、地面か石だったらよかったのになー。そしたらみかんちゃん行こっかね。よし、そしたらみかんちゃんね、行きましょう。爆裂パンチにしました。うん。
まあ、矢直として泥かけでもよかったんですけど、ちょっとコイル突破できないと話にならんので、まあ、50% を3連続で当てるだけ。うん。50%、25%、12.5%。いけますね。取れます。取ります。やります。頑張ろう、サラナミ。この、尻尾で。あ、はい。あー、もう終わりじゃん。もう終わっている。いや、違う違う。これは違うよ。12点、僕、一発目外したかってことは、急所かい。これでもう、実質 25% に変わってるってことでしょ。ああ。嫌いなんだよ、当たんねえ技は。はい。はい、行きましょう。まあ、2連続で外した。もう逆の 12.5% 取れそうですね、これで。もういっそ次も外してくれ。記録作ろう。はい。ああ、12.5% 取った。イェーイ。ああ、よし、外した。ああ、当たったね。まあ、さすがに。じゃあですよ。じゃあ当たるでしょ。50% なんだから。確率は収束します。3連続で外したってことは、3連続で当たる。当たんない。当たんないよ。こんな技当たんないよ。もうやるしかないね、じゃあ。いや、でもこれさ、どう？意外と耐えるな、そんで。10万ボルトのダメージだいぶ減ったな。特防は低くないんか、そんなに。いや、これいいんだけど、ハガネールに外した場合もう終わりだからな。TP なすぎる。はい。あとか、嫌な音すればいいのか、ミスったー。どんぐらい受けるこれ。66から。ああ、53ダメか。やっぱコイル2連続当てて、嫌な音当てて、爆裂パンチですね。すごい傷どすりあるもんね、確か。はい、行きましょう。結局、みかんちゃんか。炎のパンチ覚えるから余裕やんって思ってたけど、全然当たれなかったからな。みかんちゃん強えよな。みかんっていうか、鋼タイプが強すぎるよな。まあでも、これ当てるだけだからね。そろそろ全部当てよう。無駄に2連続とかはいいからさ。ですよねー。そうですよねー。そりゃそう、そろそろ当たるよねー。あ、でもほんとすごい傷薬があるから、嫌な音だな。いや、嫌な音1回で足りるかな。アイアンテール。でもアイアンテールぐらい避けてくれなきゃ困るよなー。避けろ。はい。あー、まあ避けないんだったらもう次爆裂パンチですね。2発は耐えるよね。うん、耐える。はい。当たるんですよ。やるんじゃない？無理？無理かな？いや、あ思ったより。わきわか。あ、勝ったろ。え？いや、回復してくる。ナイスよね。読んでた。読んでましたよ、そんなことは。あとは当てるだけです。結局4連続になっちゃうけどね。あー。わけわか。ああ、そう。外したらもうどうしようもないんだけど。どうしようもない。どうする？嫌な音してずっと気づるか。あん。あ、混乱解けるアイアンテール。いやー、まあでもそうね。やるしかないね。まあ2ターン猶予あるから、多分大丈夫。はい。嫌な音まで外しやがった。そうか。あ、防御下がった。そっか、防御下がるのか。じゃあ無理だ、もう。ひるませるしかない。あの嫌な音外したのが痛まれるな。あ、ひるんだ。嫌な音当たってれば勝ってたじゃねえか。ひるめ。あ、あー、もう。うまくいかねえな。簡単なんだけどな。はい、行きましょう。エリカちゃん、お願いします。当たってください。パンチしてるとこに当たりに来てくれ、もう。お願いだから。こんな長いことやる勝負でもないよ、ここ。
リカンちゃんの交友でもね、甘やかしてくれないところもね、いや好きではないな、やっぱ。うん、どんな俺のダメなところも許してほしいからな。おーい、自分で分かってんだから、ダメなとこぐらい分かってるんだから、あえて言わないでほしい。オッケー。どのみち嫌な音を2回当てなきゃいけないっていうのがハードル高いんだよな。しかも麻痺直すところからだしね。まあ、みかんちゃんがアイアンテールをね、そろそろ外してくれる。うん、頼ますよ。あー、めっちゃ当たるじゃん、そのアイアンテール。防御下がるのが終わってるよな。結構終わってますね。あれ、さっき一発でダメだったんだよね。防御下がんなよ。下がったらもう攻めるしかなくなる。はい。あー、フラグ回収早いんだ。うわ、終わったー。くそがー、ムカつくーとか、いや、急所、どの道危なかった。え、よかった、むしろ。急所やられてる方が嫌だったね。はい。いやー、そろそろー、頼むよー。なんでこっちの外れる回数のが多いんだ。アイアンテール一回も外されてないしな。防御も下げてくるし、急所も当ててくるし、何なんですか。あ、オッケー。切れるとこだった。はぁ、つまんねえんだけど、マジで。どうしよう。もう、泥かけでよかったな。じゃあ、ミスったな、これ。なにこれ。もう、クソじゃん。いや、クソだ。クソすぎる。クソすぎる。今のは腹立つわ。いや、クソすぎねえか。ひどいわ、今のコンボは。おー、白豚いい加減にしろよ、ほんと。怒っちゃうよ、俺も。ドット A のみかんが、白豚に見えるやつね。ほら。いや、ちょっと待ってくれ。頭痛くなってきちゃったよ。寒いし、部屋。いや、4連続これで。いや、つまんないな、マジで。いやいやいや、もう無か、いや、ストレスが、絶対超えられない、こんなの。からの、痺れて動けないよね。だから、麻痺してんだもん、そりゃそうだよ。痺れて動けないよ。しょうがない。しょうがない、しょうがない。はい。ひどすぎない？いやー、つまらんね。ああ。はい。もういい。本当にもういい。本当にもういい。本当にもういいよ。もういいよ。やめてくれ。頼む。いや、とか、頭突きで落ちないのかな？さすがに落ちないか。はい。よし。結局な、目覚めるパワーが地面だったらよかったんだよ。ほんとそれだけ。とか、今なら炎のパンチでも落ちそうだけどな。嫌な音なくすという説もありっちゃあり。あー、もう。あ、オッケー。おお、そういうこと。やれ。おお、あります。これはあります。やりました、ついに。ついにやってしまいました。あと、嫌な音2発当てるだけ。あと、アイアンテールで急所食らわない。防御下がらない。それだけ。てか、避けろ、そろそろ。アイアンテール全当てだぞ。いかん。ですよねー。そりゃそうだよ。ふざけやがって。クソが。クソビッチめ。あ、よくない。そういう言葉はよくないですね。よし、危ない。あ、防御も下がんない。お疲れ！お疲れ！やりましたー。嬉しい。みかん大好き。残るなよ。よし。あー、ストレスだった。んで、ラジオ塔はいいよね、もう。ロケットのところは今後飛ばそうかな。まあ、半分戦ぐらいでいいよね。もう、クソ弱いもんな、あそこ。正直、映してても喋ることないよね。そうなのよ。アイアンテールもありだな、防御下がるし。でも、ラジオ塔の局長室ぐらいから、局長室じゃないか。なんか上のとこから行こうかな。はい。はい。幹部戦の前に、こいついましたね。忘れていた。ライバル鍵薄いよな、なんか。弱いし。
あー、そういえばあれだな、強化ライバルがさ、金曜だっけ忘れちゃったな。お月見山倒した後にチャンピオンロードに出るけど、それやってって言われてやってなかったな。なかなかタイミング合わないとできないからね。ほら、まあもう頭突きするだけでしたね、ずっと小金のラジオ塔も。まあそうなっちゃうよな。シャドーボールね、まあでもこれしかないよな。もっといい技ある？このまま、あ、でもこの、あ、でも格闘爆裂パンチがね、当たればまあ当たればね、当たれば全然いいんだけどね。これで威力下げていいから、もうちょっと当たってくれよ。おい、耐えるわ、なえなえしなしな丸。あー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 やだ、あーやだ、あーやだわー、3連続外し。あー25% 引くの得意だなー。まはあ、あれ麻痺の確率って変わってるっけ。 25% だと思ってたけど、もうちょっとある。こんなわけないよね、こんな 25% って簡単に連続では引けないよ。4連続だし。あー、そっか、やっと当たったー。でも全然萎えてる今。あんねー。今後もこのパンチと付き合っていかないといけないのか。あ、ゴーストね。まあ、シャドーボールあるからね、ここは。でも、麻痺のせいで呪いされたしね。痺れんじゃねえの。舐めてんな、ほんと、ムカつくわ。呪いって4分の1受けんのか。めちゃくちゃ強いな。はい。ほら。麻痺さえしてなければな。爆裂パンチ一発目に当てればな。こんな目に遭わないのに。耐えちゃったな、今ので。ほんで誰、ニューラね。ニューラは落ちるんじゃねえかな。はい、ニューラにやる分の爆裂パンチが残ってなかったね。すげえ苦戦したな。 あメガニウムね。ほら、暗い穴音、穴音頭突きで落ちると思っているよ俺は。あん。怪しいな。え、落ちないかな次で。29ダメ。いやー、まあ、ひるむか落とすかすればいいだけですからね、これで。だけだよ。だけ。あー、危ねー、よかったー。ちょっと攻めすぎた感はあった。あー、パワハラ受けたー。なぜなぜ負ける。なぜかというと、回復アイテム持ってないからじゃないかなー。お金大事だよ。ポケモンの世界において薬は大事なんだから。よし、そしたらここから行くか。カムから行きたいと思います。よし、そしたらラジオ塔を救出してあげましょうかね。こんな子供に任せちゃって。警察どうにかしようよ。やっぱこのロケット20分くらいかかるんだね、ここまで来るのに。結構、あんなしょうもない戦いを20分もやらされたよ。はい、こんな感じで48レベルね。ほらい。エイパも48枚育てた人いるかな ?48 ぐらいならいるか。エイパも1匹でレッドまで行った人はいるかな。結構、エイパムってマイナーな気がするんだけど、どうなんだろう。いやでも可愛いか。人気あるんかな。人力よりは可愛いか。はい。シャドーボールもあんま使えねえからな。ゴーストタイプ用だもんね、ただの。エスパーもか。ね、闇カラス。なんかちょっと強いんだけど、弱点取れる技がなすぎて、渋いよね。あ、オッケー。でも一撃だ。で、あ、まあ、ここ越えれば、ピンクのリボンをゲットできるからな。びっくり。全力だな。あ、はい。あ、お守り小判あるから4600円もくれた。貧血になりそうなんでね、お守り小判持たしておきました。え、これさすがにさ、
あ、でもあれか、太陽じゃねえのか。ドラゴンタイプでも氷じゃない方がいいよね。渡ると海流以外には使い道ないか、冷凍パンチも。あの、ここは頭突きで落ちるよ。エルビルの防御とかほんともうクソ神だから。イェイ。一匹縛りプレイやって初めて気づいたよな。コラッタに苦戦した記憶あるもん。あ、素早さは100超えたわ。49レベルにして。いや、結構早いね。50で100超えてれば結構いいイメージあります。あ、でも普通のポケモンの対戦ってあれか。50でやんのか。あら、種族値一番高いのに全部努力値振ると200まで上がるんだっけ ?200 ちょいまで上がるんだよね、確か。忘れたけど。今は違うのかな。はい、オッケー。ハートゴールドソウルシルバーの時だけね、卵源泉と努力値とかやりましたよ。ちゃんと V ね、 V って言うんだっけ、個体値31だっけ、忘れたけど厳選してたな。はい、虹色の羽いらないですね。油まみれの羽、ギトギトのね、光の反射で虹色に見えるだけでしょう。つまりこの人はこんなでかいラジオ局を作ったのにゴミを渡したとか。冷静に考えてさ、虹色の羽でも割に合ってないよね。もっといいもんくれよ。はい、そしたらフスベジム行きましょう。ここやー、でもあれか、んー、まあ頭突きだね。頭突きでゴリ押すだけ。状態異常系の技も一個もないのかな。麻痺させるぐらいしてほしいよな。はい、暗いな。レベルも49だ。倒せ。あー、オッケー、倒すんだ。ありがた。何気にやるよな。まあつまりこのぐらいの能力でも全然やれるってことですね。まあレッドは分からんけど、いいですよ。これミニ23体だっけ。超もね、手持ちしてんな、マサル。それじゃ勝てないよ。マサルって字が勝つかわかんないけど。いいね、マサルさん。じゃあ次はマリコから行こうかな。マリコ戦から行きます。はい、ということでね、マリコ戦から行きますって言ったけど倒しちゃいました。いや、なんかね、ちょっと YouTube 見ながらやってたらぼーっとしてて倒しちゃいましたね。こんな感じでいぶき戦で終わりにしましょう。はい、いぶきさん、まあどうかね、キングドラにどんぐらい与えてくれんのか。白竜を、そして一撃で沈めてくれたら嬉しいね。37目の白竜を、おーい、欲しい。そういうとこ、そういうとこだよな。もう1レベルか。いい設定にされているね。あー、まあ思った以上に受けなくて助かる。段数で落ちるかね、どうでしょうか。はい、あ、レベル上がった。でもいい数字、これ97。防御も言うてあったな、僕も見なかったけど。はい、格闘タイプに一撃で倒されないんだったら嬉しいけどね。ああ、全然無理だ。むしろさっき良かったんだ。怪力か、怪力のクロスチョップ耐えないんだったら無理じゃん。そういえばやば、ノーマルタイプで怪力をどうやって越してきたのか覚えてないですね。おれい、格闘タイプにも飛行タイプ、あ、メザパがワンチャン飛行タイプだったかもな。でもあの威力の低さじゃ使えないよね。はい、くらい。怪力か、そうか。あ、でも爆裂パンチで混乱っていう目もあるのか。そうだよね、やってやろうかな。あ、当たんねんだよな。これもダメージ量によっては勝ててんだけど。
どうですか？すげえな、60ちょいか。波乗りね。波乗りはアニメーションが長いから嫌いだなぁ。俺はやるよ。よし。バカめ。バカタレめ。混乱させてやったぜ。あれ格闘って等倍なんだ。ドラゴンのあれも全然わからんな。今一つが多いしか思わない。はい。物理は通るのか。え、なんか思ったより与えた。じゃあ頭突き2発でよかったやん。無駄だったー。伊吹さん、お疲れ。この私が負けるな。君はドラゴン使いなのに猿1匹に負けたよ。あ、でだ、ムカつく。嫌い、このセリフ。ちょっと狩り見習おう。普通に。恥ずかしいよ、言ってること。だいぶ。はい。まあ、そんな感じで、今回はね、この辺り終わろうかな。まあ、次回で、四天王までクリアして、次回でレッド、頑張りたいと思います。はい。そんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。